李療は、漢女、式、文宣等を転居とした中島敦氏の短編小説である。中島没後の昭和18年7月、文学会に発表された。李療という題名は、深い交友のあった深田久也が、以降に最も無難な題名を選び命名したもので、中島自身は、幕北飛かなどいくつかの題を記したメモを残していた。全館の武帝から、朝帝の時代。 強度と戦い不良となった、李良のことを中心として描かれている。理良、芝仙、祖父の三名が主要人物として登場する。李良という題は、深田久也が、以降に最も無難な題名を選び命名したもので、ある。中島自身が書き残したメモには、幕北非下の語があるが、その字を消してある部分も同時に見えるため断定しにくく、無難な、 理量となったのではないかとされている。総工は長らく不明になっていたが、1961年に発見され、写真版を収めたが刊行されている。さらに山下正史や村田秀明は、総工や上書原稿を分析し、中島自身が書籍化した場合の本文を検討する。この試みはとして注釈付きで書籍化され、注目を集めた。この版においては、 中島のメモの最後にあった、理料、千葉線をタイトルとしている。ありがとうございます。